秋田内陸縦貫鉄道案 -8800 系機動車は、秋田内陸縦貫鉄道が保有する機動車である。秋田内陸縦貫鉄道では、秋田内陸戦前通までの暫定措置として、国鉄からキハ22型を給料借り入れて運行したが、キハ22型は、国鉄時代に、冬季の炭鉱運転の実績がない上老朽化が進行しており、 故障が頻発したため、全線開業を待たず1988年2月に、新潟鉄工所で給料が製造された。全面貫通構造、両運転台の警戒機動車。新潟鉄工所のローカル線向け警戒機動車である NDC シリーズの一員で、車体長18.5メートル。同世代に当たる若狭鉄道、WT2500 型と基本仕様は、 共通しているが、寒冷地への投入のため乗客用扉が引き戸になっている。車内はセミクロスシートでトイレワンマン運転対応設備を有する。定員120名。車体塗装の塗り分けはそれまでのキハ22型に、純るが、地色が、クリーム色からアイボリーに変更された。近年では8804以外の車両の多くが一両ごとに、 異なった色を1色塗りにした塗装に変更されている。走行用機関として、直噴式の 6H13S ディーゼルエンジンを床下に1機搭載し、前くらい、速台車の二軸を駆動する。台車は、同台車が NP120D、受台車が NP120T で、いずれも枕バネは空気バネである。また、冷房装置として AU26 を1機搭載する。 なお8808は2003年にお座敷車に改造されており、カラオケを装備している。定員は40名となった。当初は、秋田内陸北線と秋田内陸南線の両方に導入され、全通により、秋田内陸線全線で普通列車の運用を開始した。2012年以降はアンマイナス8900型に変わって、急行列車にも使用されている。 ただし8808は前述の改造以後、主に貸し切り、イベント列車で運用されている。当初は、前車が、アイボリーチに、赤帯の内陸線標準色だったが、現在は8804以外の各社がそれぞれ違う、塗装となっている。2016年から、3両に、秋田県を基調にしたイラストのラッピングを施して、運行している。ありがとうございます。